タロスチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。はい、今日はちょっと待って、今日はちょっと待ってよ台風でしょ。台風動画をしたいと思います。いや、ちょっと待ってって言われたから、ちょっと待ってて、頭がちょっとぶっ飛んだ、うん、はいはい、じゃーん。これは何でしょうか。いや、珍しくなんか変わったので入ってきたなと思って、うん、ちょっと見てた。電球じゃん、じゃん。電球、こういう風に入ってるやつ、あ、ちょっといいかもね。そうだね、思ったよ。じゃん、はい、LED の、はい、電球で、これはね、うん、T10 の31、うんうんうん、T10 で、うん、T10 ね、はい、突っ込めよ、はい、ということでね、ルームランプとかに使う電球になりますね、はい、そうですね、はい、で、うちの車、まあ、6個必要なんで、うんうん、今回ね、6個取り替えようかなって思ってるんでね、6個入りでね、探してたら安いのがあったんよね。そう、6個でね、6個セットで、うん、ね、1000円ぐらいかなですね、はい、はい、のやつを買ってみました。はい、まあね、多分大陸製ですね、うん、はい、見たらわかるけど日本製ではありません、値段的にもね、はい、はい、でもまあ一応なんか保証書がついてくる感じですね。ついてるんだね。100日間有効らしい。その間に切れたら保証してくれるのかな、はい、っていう感じですね、はい。色は光らせた方がいいのかな。そうだね、見えた方が分かりやすいよね。光らせます、それとも光らせませんか、うん、迷うとこだけどね、はい、でも光らせてもいいような気がする。じゃあ1個だけちょっと開封して、はい、光らせてみましょうか。そうですね、ということで開封、開封の開封、はい、じゃあちょいと光らせてみましょう、はい、何色かな。うわ、眩しい。もう今で、あ、すごい、すごい、ちょっとね、当たる場所が難しいんだ。そう、俺がもうメイクなんでどこに何があるか見えねえ。ああ、わかるかも。直視はしないでくださいよね。まあ今ちょっと見えたと思うんですけど、はい、そこに止めたいんだけど、ダメ、それが難しいね。うん、まあ、あの白じゃなくて、あのウォームホワイト。ああ、ウォームホワイト、電球色、はい、ですね、これ、はい、ちょっと当てるのが難しいのでごめんなさいね。目に優しい色というか、こう柔らかい、あったかい色ですね、にちょっとしたいなと思ったので、はい、あのでもあのノーマルのハロゲンだとちょっとなんか嫌なので、うんうん、こう LED にして、うん、発色がよくしようかなって感じだよね。うん、ごめんなさいね、ちょっと当てにくいわ、はい、ということでね、色はウォームホワイトになります。はい、はい、結構明るそうですね。そうだね、うん、まあ、通称電球色ってやつですね。はい、ですね、はい、なんですけど、まあ、ノーマルじゃなくて LED の電球色、はい、ウォームホワイトを購入してみました。はい、ちょっと白だとね、ちょっと冷たい感じとか目に痛い感じとか、ね、うん、ちょっとするので、そうだね、柔らかい色にしてみようかなと、うん、最近ね、ちょっと目もね、悪いんでっていうところもあるんですけど、昔にね、戻ってみようかなと、はい、そうですね、はい、でも流行りの、流行りっていうか、まあ当たり前の LED ですね、はい、で、購入してみました。はい、なのでね、これをまたつけた時にね、出来栄えはね、見せたいと思います。そうですね、はい、はい、あの交換前と交換後とか、いろいろまあ動画は撮っていこうかなと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、交換の手順もね、また取っていきますので、うん、いろいろとね、はい、あげますので、いろいろよろしく、はい、ね、お願いいたします。ご覧いただけると嬉しいです。はい、はい、では今回はこのルームランプのように購入した LED のね、うん、T10 の、はい、31、は
ってやつですね。6個セットです。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。